カ、ロストラータとアガベ、パリ、トランカータ、トランカータと、ちょっと逃げてた。どうすんなった怒ってる。あれ怒ってるな、水木。ちょっとたまに質問で、Tシャツってどうやって抜くの？50年間サボテンやったおじちゃん、全部素手でやったよ。あれ笑はい、どうもこんにちは。始まりました、食レポチャンネル。今日はどちらへ向かってるんですか？今ホームセンターにね。はいはいはい。今回は、いや今回あれドライガーデンのほら土作り結構環境いいじゃない。ああそうですね、前やったやつですね。うん、でまあうちはサボテンをメインにしてるから結構サボテンのねあの土作りをメインにちょっと紹介しちゃったんですけど。はい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 。やっぱ今日本ではあのアガベとかユッカの方が人気、うん、人気があるみたいな。そうですね、結構そのコメントでは、うん、やっぱりユッカとか、うん、アガベのね、はいはい、土教えてくださいとか、はい、来てましたね。そうですね、いやだから今回ねちょっとサボテンと、うん、アガベとユッカ、うん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 、あと本当はねヤシの木もねちょっと教えてあげてもいいんですけど、まあ、今回はその3つをね、はい、あの土作りをちょっと若干要素が違うので。なるほど、似てるけど、うん、まあまあ個別に変えられると。そうですね、はい、はい、それを一つの動画で説明できたらなと思いまして。はい、はい、助かります、ね、あとさなんか、うん、この前ねあのベアルート、はい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 、ユッカのロストラーターをベアルート、まあベアルートってまあ要するに輸入したての株で。そうですね、根がない株ですね。そう、根っこがまだ生えてない株をまあ購入したお客さんから、うん、まあどうしたらいいんですかっていう質問があって。ありましたね。いやまさかね、あのベアルートで販売してる人がいると思わなくてお客さんに。そうですね、うん、ちょっとうちも、まあ、バンバン数百本年間入れてるんですけど、うんうん、やっぱさすがにその個人の、うんうんうん、一般のお客さんにはちょっと売れないですよね。ちょっとリスクが高すぎるっていうか、まあ、これちょっと申し訳ないですけど、業者さんだったら、うん、もう例えばね何十本とか買っていただいて、うんまあ、そんな数本借りたのちょっと許してよと、うんうん、正直それはいいじゃないですか、うんうん、でも個人の方にね、うん、1本、うん、ベアルートで、うん、ベアルートで家でもそこそこつけるわけじゃないですか、うん、値段を、うん、で買っていただいてどうすんのと怒ってる。あれ怒ってるな水木。ちょっとあのやりたいですよ正直。うちもあの欲しい方いっぱいいると思うし、正直そういう問い合わせもいただくんですよ。あのベアでもいいから安く売ってくれないかと。でもちょっとね全部お断りしてて、やっぱりちゃんと完成されたものをまあ普通の個人の方にやっぱ買っていただきたいと思うんですよ。はい。まあ、実際レアからね発行までって相当時間と、まあ、あの知識もね、はい、結構必要なので。そうですね、それをお客さんに丸投げするっていうのも、ねうん、またまたすごいなって思います。うちほら造園業で、あのうちで造園した場合って植物1年間枯れ木保証をつけてるんで、はい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 、まだね根っこがね出始めた場合でもまあ使う場合はあるんですけど、うんまあ、それでもねどうしても枯れちゃった場合は全く同じもの同等のもので一応あの返品というか交換してるので、はいまあ、一応それはギリギリのところかなと思ってますけど、ねうんうんうん、でやると丸投げっていうね。で、まあ、保証もなしと、うんうんうん、っていうことが、まあ、まあ一応ヤフオクでなんか売ってるみたいそうですけど、まあ、僕ちょっとまだ確認してないんですけど、はいはいはいうん、まあでも買っちゃって以上ね、うんまあ、その要は ヘルプが来てるわけじゃないですか。そうですね、うん、そういう方々をやっぱ救ってあげたいなと、うんうんまあね、そうですね植物もかわいそうですし、ね、そうですね、まあ、一応だから今回そのサボテンとユッカとアガベの土作り編プラス、はい、そのベアでね買ってしまった場合のまあ発行するまでのそういう養生。なるほど、それはもう皆さん知りたい人多いと思いますよ本当に。本当ですね、はい、まあ、一応ね実際アメリカから植物を入れてまあ僕らも生活してますけど、うん、若干それでも悪気なんかありますもんね。なんかね、うんうんうん、植物で商売してるってね。はいはいはい、うん、まあだからしっかりねこう育ててあげたいな、うん、それが 最低限のこうまあ、ルールかな。そうですね、もう輸入株ってやっぱり現地からね、うん、引っこ抜かれて、うん、でダメージがある状態でやっぱ日本に来てるから、うん、正直ねやっぱかわいそうっちゃかわいそうですよ、うんうん、そうなんですよ。はい、わかりました、はいはい、一応まあ
水木さんもね輸入のね長いですし、うんうん、まあ、僕も輸入株を買ってお客さんの庭を作ってきましたから、うん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 、まあね、それでもね多く枯らしてきちゃった経験もありますけどもね、うん、まあ、一応同じような失敗がそうですね、ないように知識として皆さんにね、うん、共有できればなと、はい、なと思って、一応一作二作でね、なるほど、土作り紹介していければな、わかりました、思います、ね、楽しみにしてます、はい、で、全くその土なんかがないんでホームセンターで買ってます、なるほど、とりあえずそんな感じで ね、また後ほど、はい、後ほど、はい、ありがとうございます、またね、はい、じゃあホームセンター買ってきました、はい、で一応ね、もううちあんまり植えるとこないんですけど、ここにね、はいはい、金シャチとアガベのパリーにしようかな、パリーと、はい、でユッカのロストラータを今からちょっと植えて、はい、うん、まあ、その間に土作りの説明ができればな、なるほど、はい、楽しみにしております、やっていきます、でまずこれちょっと型しちゃうんで、はいはい、はい、じゃあこれですか、ユッカロストラータとアガベパリ、はい、トランカータ、ね、トランカータと金シャチと、金シャチ、あ、要は三大人気者、おお三大、これ三大人気者、三大人気者、これもう多分世界中でも三大人気者、はい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 、なるほど、サボテンったらゴールデンバレー、なるほど、アガベと言ったらパリ、アガベって言ったらもうアガベの流行りを作った子がアガベのパリ、なるほど、トランカータですね、ユッカといえばロストラータ、ロストラータですね、まあ、今回はねブルーサンダー使ってますね、うん、はい、で、ブルーサンダーですけど、まあ、これを一つずつちょっと植えながら、はい、土作りっていう部分で説明できればな、ではまず一番最初に、じゃあ一番奥に植えるで植えることだとロストラータ、はい、じゃあロストラータをまず植えていきます、はい、お願いします、で土作りの基本、ガーデニングの基本は葉っぱの大きさと同じぐらい根っこが生えてくるんですよ、うん、なんで、まあ、そのぐらいがこう根っこが生えるような環境を作ってあげると、まあ、元気に育つよ、なるほど、じゃあ葉っぱが長いのって、じゃあ基本的には根っこも結構生える、ね、そうです、そうです、要はね上の形と下の形が、まあ、基本植物って大体一緒なんですよ、うん、まあ、そのイメージを持っていただければ、なるほど、でまずロストラータからですね、はい、穴をで、ロストラータ、金シャチとアガベとロストラータでいうと一番気をつけなきゃいけないのはサボテン、うんうんうん、で、その次にユッカ、はい、うん、で、まあ、一番安易に育てられるのがアガベかな、うんうんうん、うん、いう感じなんで、まあ、次、今ロストラータですけども、分量が用土の分量はちょっとですね、はい、あ、こっちでちょっと説明しようかな、じゃあユッカロストラータ、まあ、ユッカ全般で構わないです、はい、ユッカ全般の配分、今回は軽石を使います、はいはい、で、軽石が5割、軽石5半分ですね、はい、で堆肥が4割、堆肥4割ですね、でもこれで9ですね、そうですね、はい、まあ、腐葉土とかバーク堆肥とかありますけど、まあ、うちはいつもこの牛糞堆肥を使ってます、はい、でもバーク堆肥でもいいかなと、なるほど、お手軽に買えますし、はい、はい、で、最後にクンタン、クンタン、これもみ殻を、炭にしたやつですね、もみ殻くんたん、まあ、用途は根腐れ防止っていうのと、うん、アガベとかユッカサボテンに一番多いのはアブラムシと貝殻虫の発生が多いので、はい、うんうん、このアブラムシ貝殻虫用の、まあ、嫌がる炭ということで、なるほど、根腐れとアブラムシ対策用に、うん、くんたんを作ります、よくあの炭もあるんですけど、結構細かく炭を砕いたやつもありますけど、それでも構わないです、なるほど、はい、これで全部ですか、そうですね、軽石5、はい、牛糞堆肥4、訓堆地、訓堆地、ね、はい、まあ、あとは、まあ、元肥として、まあ、こういう窒素リン酸カリのバランスのいい、よく見るやつですね、たった8の、はいはい、どこにでも売ってるやつですね、
さっきの、まあ、炭でもいいんですけども、あの、アブラムシと貝殻ムシ用に、オルトラを混ぜて作りますと。はい。まあ、これを入れることで、根っこからオルトラを吸収してくれて、アブラムシと貝殻ムシが嫌がって寄ってこなくなります。なるほど。まあ、これ一応対策として必ず入れてます。はい、ですね。じゃあ、まず、今度やっていきます。あとここでなんですけど、まあ、今回軽石を、まあ、使うんですけど、軽石の大きさ、小粒、中粒、まあ、大粒ってあるんですけど、はいはい、うちはこの粒の大きさはその植物の根っこの太さに合わせてますので、はいはいはい、まあ、大きくなるものであれば大粒がいいかなと思いますし、うんうんうん、まあ、基本的にはサボテンとかユッカっていうのはまあ根っこも細いですし、はい、基本的には小粒か中粒でいいかなと思います。なるほど、はい、で根っこの太さを知っておく必要がある、ね、そうですね、はい、まあ、要はいっぱい根っこがこう外に出ていきやすいように、はい、空気開けておくと、はい、で同じようにこう軽石も火山性の土なんです、はい、で富士砂っていうのもありますし、うんうん、真っ黒なやつですね、はい、群馬県の方での火山成分だったら気流砂っていうのもあります、はい、で九州の方に行くと日向土っていう火山土があるんです、はい、で基本火山砂ってみんな中性弱酸性系で、うんうん、なので何使っても一緒です。なるほど。じゃあ、はい、その地域によってまあお求めやすいのを、はい、そうですそうです。だから群馬の方とかに行けばね、これだと安く売ってるでしょうし、うんうんうん、日向土関東で買うと高いです、うん、でも九州に行けば多分一番安い砂として出回ってるでしょうし、なるほど、まあ富士砂も伊豆の方ですからね、静岡の方、はい、まあ一番安いのでいいかなと、はいはい、でさっきのあの根っこの太さの理屈とはちょっとおかしくなっちゃうんですけど、中性で水はけの良いものって言ったらこういうどこにでもあるあのコンクリートを作るときの川砂、うんうんうん、これでも代用可能です。川砂は安いんですよね。一番安いです。どこ行っても多分一番安いです、うん、なるほど、はい、ただその粒がちっちゃいので、はい、ちっちゃい植物ではすごいいいんですけど、あ、はい、あの大きい植物の場合は、まあ、軽石の中粒とか使ってあげた方がいいかなっていうのと、やっぱ結構やっぱ倒れやすくなります。うんうん、細かいからね、はい、はいはいはい、うん、だから川砂使う場合は川砂に、まあ、少しちょっと砂利とか入れて、うんうん、土の中を安定させるような作り方してくれればいいかなと思います、はいはい、まあ、今回は使わないです。今回は全部軽石でいきます。軽石で、はい、まあ、一応その気流砂、急な土、砂砂、川砂、はい、まあ、誰でも代用は可能だと。代用可能です。一番安いのでいいんじゃないかな、はい、まあ、軽石が5割なんで半分ぐらい入れてもらって、でこの牛糞堆肥を4割4、こうやって9年もほぼ埋まっちゃうってことですね、軽石と堆肥で、はい、油虫と根腐れ予防に燻炭ですね、はい、もう乾燥系の植物はほぼ燻炭は入れといた方がいいと思います。なるほど。でアルカリ性が強いので1割以上いっちゃうと結構強アルカリ性に向いてっちゃうので、うんうんうん、まあ基本的には全体の1割ちょこっと、で元肥として肥料を 50g、 大体大人の人で一握りぐらいですね。はい、でオルトラは必ず分量見てください、はい、はい、一応これで配分が完成いたしました。で全部うまく、なんかよく赤玉使いますけど、
はい、赤玉入れないんですかね。赤玉とか鹿沼土を使う配分って結構いろんな本に出回ってるんですけど、そうですね、結構やってる方は多いかな、はい、今までこのサボテンユッカ系ってインテリアで楽しまれたジャンルで、はいはいはい、あの配分っていうのは基本室内管理の配分なんですよ。だから室内管理ってことは水をちゃんと調整できる。そうですそうですそうです。では農家さんがビニールハウスで育てる場合は赤玉と鹿沼土を8割9割にしても要は水の量を調整できるんですよ、人為的に。はいはいはい。あれか、赤玉も日向土も保水性が結構そう抜群のいい土だったんですよね。そうですそうです。オールマイティだけど、はい、外で使うとそうです、雨がちょっと、はい、結局現地よりも日本の方が3倍降水量が多いので、うんうんうん、本来は水はけをすごくいい状態にしてあげないといけないんで、はいはいはい、基本的にはだから軽石をメインにして。なるほど。で軽石だけだと今度保水性はないので、うんうんうん、堆肥の保水性を使って要は栄養分と堆肥の保水性だけでやろうというのがこの理屈で、はい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 、だから赤玉と鹿沼土だけの状態で庭に植えちゃうと根腐れをすごくしやすいので、うんうんうん、要はビニールハウスだと月に1回の水あげてるだけなんですよ、農家さん。はい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 。でも月に1回しか雨降らない庭ってそういうものじゃないので。そうですね、はい、結構雨多いですもんね日本ね。そうですそうです、うん、まあそういう意味を含めて基本的には赤玉とか鹿沼土の保水性の高い土は使わないっていうことですね。はい。じゃあこれユッカのブルースサンダーですね。はい、ロストラータのタイで生産されてるものですね、ブルースサンダー、はい、今ね、今一番人気があるじゃないですかね、これね。そうですね、やっぱそのオリジナルのものより綺麗ですね、はい、葉もシルバーブルーで長くて、はい、あと見立てするとオレンジのね、うんうん、色が出るんで、はい、すごいかっこいいかな。そうですね。でブルーサンダーは根っこがすごく太いのもあるんですけど、うん、結構細いのがねすごく広がって、うんうんうん、毛細根が多い植物なので、はい、まあ、ゆっくりとね取ってあげてください、うん、一気に取ると根がブチブチって全部切れちゃう。そうですね、正直自分の経験上メキシコのオリジナルのロストラータよりは、うん、ちょっと弱い弱い、はい、まあ、活着してしまえばいいんですけど、うんうん、やっぱベアルート株なんか特にやっぱ注意していただかないと、うんうん、ほんのちょっとのショットで枯れちゃったりするかなって、ね、いい感じですね。ガチガチに回ってますね、はい、うん、まあだから冬なんて成長してないわけですから。そうですね、うん、まあ、3ヶ月ぐらいで 土の状況管理がしっかりしてると、まあ、しっかり根っこ生えてくるんですね、うんうん、まあ、これをまあ好きなところに配置してもらうわけですけど、はい、まああと水はけって土の水はけもあるんですけど、土の傾斜角、まあ、はい、いわゆる業界では勾配っていうんですけど、はいはい、まあ、勾配における水はけも重要なので、まあ、少しこのグランドライン、まあ、ここが土砂利と土の高さになりますけど、少し気持ち高いところに、ね、位置つけてくれれば水がこう外に流れる。なるほど、うん、これ今ちょうど同じぐらいなのでもう少し上げてもいいかな。はい、じゃあ位置こう決まりました。はい、中に空気があればいいってもんじゃないので、今水はけのいい状態の土を作ったんで、すごいしっかり押さえてね。はい、ちょっと足んない土じゃあ最後一緒に金シャチとアガベとともに最後一緒に作ってやりましょう、はいはい、じゃあ次は、まあ、ここで、ね、簡単な庭のあれですけど、見る方向を少しね意識して作っていきますので、一番将来的に大きくなるのがロストラート、はいはい、年間5センチずつ大きくなっていきます。でそれが5年後経った時にはじゃあこの、15センチぐらいこのぐらいになるな。で次パリもでかさとしたら、うん、将来的にはこういうパリもね結構大きくなりますよね、大きさになる、うん、まあ、それはあれか、うん、トランカートだから。そうですね、はい、パリが大きくなる、うん、で金シャチはそこまで大きくなっていかないわけですね、うんうんうん、
で今カメラ側からじゃあどういう風にかっこよくするかっていうと、パリがこう大きくなった時に、まあ、金シャチがここにいた方がかっこいいのか、うんうん、パリが大きくなった時に金シャチがこっちにあった方がかっこいいのか。なるほど、うん、僕の方から見た場合金シャチがこっちで、うんうん、パリがこっちにあった方がかっこよく見えます。うん、でもカメラ水木さんの方から見た時には逆、うん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 、パリがあどこの視点から見るかっていうのを意識する、そうそうそう意識する、うん、で要するにパリの方、今パリの方がちっちゃいんですけど、すぐパリの方が大きくなっちゃった、はいはいはい、先にね、その時に こっちにパリが大きいのがあると傾斜地が見えなくなっちゃう、うん、僕の方から見る場合と水木さんから見る場合で変えていこうと、はい、で今回は水木さんカメラ側からかっこよく作れる、じゃあ手前に傾斜地ですかね。そうですね、傾斜地がここ、はい、で、パリがここと、はい、じゃあ次パリですね。で、まあアガベ好きの方にね怒られちゃうかもしれないんですけど、はい、アガベは基本置いといても大丈夫ぐらい強い。間違いないです、うん、うちもアガベの代行結構やらせていただいてるんですけど、もうトラブルで2ヶ月とか放置しちゃってももう余裕でいきます、ね、はい、まあダメージはね出ちゃうんですけど、リュッカーサボテンに比べるって水根腐れもしないですし、うん、で寒さにも強いので、うん、まあ、寒さに合う気候かどうかを調べておけば、うん、基本的には土問題ないと思うんで、うんうんうん、さっきみたいに全部掘って全部土を変えないです、うんうんうん、アガベの前はもともとの土に堆肥を入れて用土改良をして、あ、はい、なるほど、割りぐらいでいいかな、はい、変えてあげればなおいいですけど、うん、なおいいですけど、うんうんうん、基本アガベはどこの土地、どこの土地でも生きていけちゃうので、そうですね、まあ、もうぶっちゃけて言うと、うん、本当に根っこちょっと切って、うん、ポンと土の上に置いておくだけで、はい、ほぼ発根しますからね、はい、パリはねやっぱ耐寒性あるアガベでやっぱ有名ですよね。そうですね、うん、じゃあパリはここに植えていこう、はい、まあだから要は耕すみたいな意味ですね、うんうん、でもあれですよね、さっき言ってたその粘土質のとことかはちょっとまずいですよね。そうそうそう、まずいかなと思うんで、はい、そうしたらそのちょっと半分粘土取って軽石混ぜてよくしてあげるとか、うんうん、まあ、水はけはね、うん、やっぱ大事なんですね、はい、で石とか入ってるの全部取り除くのもいいんですけど、石って入ってると土が結構安定するんですよ、ゆらゆらしないと、はいはいはい、若干の石は入ってて、いいと思います、うんうん、はい、何でもかんでも全部石取ってね、うんうん、やってしまうよりは、なるほど、こっちの方がいいと思います、はい、でアガベもなんやかんや言って結構肥料好きな子です、うんうんうん、うん、で、基本的にはもう普通のガーデニングと同じような土作りっていう用土改良でいきますので、通常の土に対して3割ぐらい堆肥を混ぜる。なるほど、やっぱ強い植物といえど栄養は与えるに越したことはないと。ないですね、うん、まあ、まずね葉っぱのツヤがやっぱ全然違いますので、うんうんうん、肥料がないところで育てるとどんどん色がこうちょっと黄色っぽく、あ、なりますね、ね、薄っぽくなってしまうんで、はいはいはい、あと花を咲かせた後に大量ストレスが溜まりすぎて枯れちゃう場合、うんうん、あと寒さに負けちゃう場合が出てくるので、基本的にはしっかりと養分を取らせてあげてあげてください、はい、あと、ね、根っこはね土でもともとあった根っこは溶けないので、うんうん、根っこは取り除いてください、はい、製品ですね、はい、でオルトラ、一番本当だからアガベは初心者向きよね、うんうんうん、寒さに強いアガベっていうのを調べて、うんうん、で、選んでくれれば、あと
あと5メーターぐらいになるアガベもありますから、ね、気をつけてください。はいはいはい。アガベって本当にそのかっこいい、うん、ね、植物を育てたい初心者の方にやっぱ人気ありますよね。はいはいはい、ね、まあ、かっこいいんだよね。かっこいいですよ。あ、やっぱ全種類もう個性豊かですしね。はい。アガベの土はこんな感じで、はい、いいと思います。だから新規で極端ってどういうことかっていうと、新規の花壇でやる場合は観葉植物の土でいいんじゃないってことです。はい、あの市販で一般売ってるやつ、ね、売ってるやつ、はいはいはい、あれも大体堆肥が3割ぐらい、うんうんうん、赤玉、鹿沼土、パーミクライトとか、うん、まあ、そういったもので配合されてるんで、なるほど、基本的には堆肥3に対して土が7っていう配合されてますから、はいはい、こんな感じの土になるよと。なるほど。あと将来どんだけ大きくなるのかはちゃんと調べとかないと、うん、今アガベもね、小型、中型、ね、大型ってありますからね。これ30センチぐらい今ありますけど、うん、本当の大人になった時は60センチの株になりますんで、うんうんうん、ね、ギリギリに植えちゃってトゲもありますから、はいはいはい、60セ大きくなった時にこっちに出はみ出ないように、うんうん、だから中心を30センチ以上ちょっと離すか、うん、あれもさ、トランクあたりもそんな大きくなるんですか。60センチぐらいですね。あ、意外と大きくなりますね、うんうん、そっか、普通のパリパリとかだと幅、ね、150とか。そう、パリパリも大きくなるし、うん、ね、ネオメキシカラとかなんでしたか、 H から始まるやつ、はい、ホーチエンシス。ホーチエンシス、あれなんて大きくなりますもんね、うんうん、これも、去年の10月ぐらいにアメリカから来た株、うんうんうん、ですかね。今ちょうどこんな感じの、うん、根っこが元気じゃないですか、これ。いいですね。で、さっきと同じようにグラウンドレベルから少し上げたぐらいで植えるよと。はい、このぐらいですね。まあ、あとそちらカメラ側からなんで、まあ、正当に真上に向けるのもいいですし、少し、うん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 、こういうふうに向けてあげて。アガベはね、わりかし上から見た方が、うん、やっぱ綺麗ですもんね、はい、あと最後に砂利もね、3センチぐらい入れますんで、ね、うん、それも一応計算の上で、うん、作っていきましょう。で、アガベを、アガベはまあ元々の土、粘土土じゃない限り元々の土を使って、うん、で3割ぐらいを堆肥にしてあげて、はい、うん、土を作ってあげられば十分ですと。なるほど。ね、じゃあその次、サボテンバージョンですね。はい。そうですね、ちょっと今ね、石の配置のことも考えてる。うん、まあでもここでいいかな、うん、じゃあここに T シャツを入れます。はい、はい、よし。で、金シャチサボテン類なんですけど、一番、水はけを欲する、水はけのいい状態、うんうん、ユッカよりももっと水はけを良くしていきたいので、はい、ユッカの軽石が5割なんですけど、うん、今回は6割6、はい、怖い人は7割7、ね、おぐらいを目処に、うちは、6割やってます。はい、軽石を6割、堆肥が3割。なるほど。微妙に違うわけですね。そうですね、はい、肥料を上げてあげたいんですけど、うんうん、それ以上の優先度として水はけだなと、はいはいはい、いうことなんで、致し方なく、あの水はけのいい状態を作ります。なるほど。まず軽石が6割ですね、はい、軽石もうこんなもんですかね、もうちょいかな。Thank you.
で、対比が3割と。対比3。1割が分担ですね。で、オルトラルに水肥剤、じゃあこの配分で混ぜていきます。はい。まあ、分かりやすく言うと赤玉とか元々の土を使うよりも保水性が普通の赤玉が100だとした場合、まあ3割、だから普通の土より7割以上水はけのいい状態ですね。で、菌床地を植えていくんですけどあ、たまに質問で菌床地ってどうやって抜くのっていうこれ自分が前ちょっと輸入した時に、はいはい、触る場所がなくて、はいはい、ちょっと検疫官とかもみんな困り果ててたんです、はい、結構ね、あの発泡スチロールでとか、うん、発泡スチロールをこうつけて取るとかいろいろあるんですけど、うんうんうん、僕らも長年やってますから、はい、タボテの時ってどうせ土作って軽石とかのこのビニールが余るんですよね、うん、はい、はい、でこのビニールをこうやってやって、それで痛くないんですか？あのビニールしか持ってないから。ああ、なるほどなるほど、はい、はい、こんな感じです。はい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 、うん、このビニールで針を刺して、うんうん、これで抜くわけですよ。こんな感じで、でこれ結構裏にもトゲがあるんですけど、うわ、でも真下に行くとトゲがなくなってくる。狂気ですね、本当に。そうそうそう。で、このビニールを押さえながら、うん、こんな感じで持っていく。取り扱い注意、はい、この辺はまだね、トゲあるんですよ、うんうん、この辺はなくなってくる。なるほど。この辺も。でもこの前、50年間サボテンやったおじちゃん、うんうん、全部素手でやったけど、うん、あれはな、うん、それはやばい、うん、あのおじちゃん曰く慣れだ。なるほど慣れるもんなんですね。そうですね、はい、こんな感じで、あの怖い人はね、このビニールを何重にも重ねて、はいはい、うん、これも今ブランドレベルを少し上げて、うん、ちょっと上げてあげた方がいいので、でパリーがこっち向いてるので、まあ、金シャチはこう上を向かせてあげる、うんうん、だ金シャチをこっちに向かされたらパリーをこっちに向かせてあげる、はいはいはい、まあ、この辺は結構バランスよくやってあげてください。同じ方向に全部向いてるとちょっとかっこ悪い、はいはいはい、じゃあ金シャチは真上を向かせましょう。で近くで見て遠くで見て、まあ、少しこうバランスをね、うん、で将来パリーがこんだけ大きくなった時にはいい感じだなと想像しながらやってみてますね。だいたいユッカの土作り、アガメの土作り、キリシャチの土作り、はい、こんな感じの差でオーシャンサイドガーデンとしてはやってます。なるほど、勉強になりました、はい、これ水木さん、これ砂利と石ってどうするの？あ、ちょっとできれば入れていただきたいんですけど、うん、でもそれってどうなんですかね、ちょっとドライガーデン編みたいな感じになるんですか？あ、なるほどね。今回ちょっと植物ごとの土作りで多分やってるんで、うんうん、はい、じゃあ石の配置のコツとか、うん、庭石の植え方とか、うん、結構それはそれで技術があるんですよ、うん、はいはいはい。じゃあ石の置き方とかね、はい、そういったものをじゃあ動画、あ、いいですね、うん、それは別に1本撮れると思うので、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかあれなんですね、やっぱ
カ、アガベ、サボテンでちょっと微妙に違う感じですね、うん、変えていくと、ね、まあ特性とその植物の本来持ってる強さ、うんうんうん、はいはいはい、まあこれも考慮しながら、はい、一応このぐらいの土作りはしといた方がいいんじゃないかっていう、ね、土作り編でした。なるほど、まあ、これはまあ結構ドライガーデンの植物ですけど、うん、他の種類、他の植物とかにも応用できるんですか、これ、この土作り。他の植物ってあのよくホームセンターとかで。そうですよね、お花屋さんのやつとか、あ、まあ、うちはちょっと違うジャンルですけど。イギリスとかフランスのナチュラルガーデン。そうです、そうです、そういうの。オージープランツとかね。はい。ああ、なるほどね。まあ、ちょっとで、またそれの土作りって変わってはくるとは思うんですけど。はいはいはい。まあね、僕と水内さんってもうこの。乾燥地域にうち結構そうですね、ドライガーデンね。あ、そうそう、いい人がいる。いい人 YouTube でカーメンくんっていうこれでいいのかな。あー、カーメンくんね、見てますよ自分も。すごい知識ですよね、あの方。あの人のね、動画はすごくためになるんで。あ、伊沢さんもやっぱチェックしてるんですか。チェックしてる、うん、あ、いつも考えさせられる。あカーメンくんね、うん、ちょっといつかコラボしたいなとかちょっと思ってますけどね。あ、そうね、いきなしカーメンくんにアウトソーシングしてるけどそう、カーメンくんで、はい、要はもともとの土のなんかこう用土改良編とか、うんうんうん、でこの植物では何がいいとか、うんうん、すごいね、知識量を持って、すごいですよね、相談、あの番組っていうか動画作ってるんで、うんうん、あ、概要欄にね、はい、その普通の植物の土の作り方、はい、いいのかな、カーメン君に載せちゃった。あ、勝手に載せちゃったらいいんじゃないかな、ね、いやほら、もう、ね、中途半端な知識を動画にするよりも、はい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 、あくまで我々はドライガーデンとかね、そうですね、まあ、うん、そういうジャンルに特化してやってるので、うんうん、ちょっとわからないことはも もう概要欄に振るとね、あのカーメン君の僕らがおすすめるカーメン君の動画を貼っちゃいましょう。はい、それでいいんじゃないでしょうかね。なるほど、はい、あのカーメン君は本当 に日本のねガーデニングのね知識レベルをねすごいグッと上げると思いますよ。じゃああれですか、下手すると普通に個人の素人の方でも、うん、カーメン君で勉強してれば、うん、もしかしたらプロ顔負けになっちゃうか、なっちゃうんじゃないかなと思います。これすごい時代ですよね。なんかのんびりしてたら多分普通の造園屋さん、植物屋さん、カーメン君ファンに多分知識負けちゃうんじゃないですか。そのぐらい、そのぐらいあの人はすごいと思う。うん、ああいう風に分かりやすく伝えてくれる人今までいなかったです。そうですね、じゃあそういう意味でカーメン君チャンネルでした。あ、そうです。食レポチャンネルでした。食レポチャンネルでした。はい、またねー。